中京 TV スポーツ。女子バスケ高田真希選手が出場した昨日の試合、その直後に対面し涙を流した一人の女性、高田選手に伝えた思いとは。昨日愛知県刈谷市で行われた女子バスケットボールの国内リーグ最終戦、熱いプレーを見せていたのは日本代表高田真希選手、愛称はリツさん。そんなリツさんを特別な思いで見守る女性がいました。見せてあげたかった、この雰囲気を味わわせてあげたかったな。高田選手の15年来のファン、武部八千子さんです。膝の上には熊のぬいぐるみが、熊本から駆けつけました。現役アスリートながら社会貢献活動を続けている高田選手、去年7月には熊本市内でマルシェを開催しました。なぜ熊本で？その理由は武部さんからもらったファンレターにありました。何度も入退院を繰り返し、たくさん手術や治療も頑張り、地域の支援学校に通学できるまで成長してくれました。リツさんの試合での姿やコメント等に本当にパワーをもらいました。武部さんとか修太君がいるから熊本に決めたっていう感じです。武部さんの息子修太君、ウエスト症候群という転換が主な症状の障害がありました。修太君が生まれた直後に離婚した武部さん、看護師をしながら女手一つで育ててきました。修ちゃん、ちょっとまだ始めまして、そうっていいですか？あ、全然いいですよ。こんにちは、はじめまして。あ、笑ってる。やっぱ 赤はなんか反応するんですか？そう、赤大好きなんですけど。また応援してね。ね、応援してね。ね、武部さんシュート決めるからね。ね、行きます。この時、武部さんは愛知県で開催される3月の試合を修太君と見に行きたいと伝えていました。笑ってくれたかな。しかし今回名古屋にやってきたのは武部さんただ一人。実は修太君、11月末にインフルエンザを患うと突然病状が悪化、15歳を前にして天国へと旅立っていったのです。看護師だからこう先が分かっちゃう、あ、もうなんか、もうなんかなんとなくこうダメかもっていうところはあったんだけれども、でいざもうほら、せっかく病院から電話があってちょっと厳しいっていうのが電話があった時に、なんか嘘やろうっていうのは正直思いますね。高田選手に亡くなったことを伝えると、修太君に出会えたことは私の人生にとって意味があることだと返信がありました。落ち込んだ時っていうか、ちょっと気持ちが下がってきた時とかにリツさんとのやり取りのそのメッセージを見たりすると、あ、頑張ろうって、あ、リツさんがこんなこと言ってくれてたんだから私も頑張ろうとかって思うし。一方、高田選手には試合を通して武部さんへ伝えたい思いが。こう積極的に自分が攻めているところ、守っているところっていうのをこう自分は見せていきたいなと思います。まあ、力強くこれからも修太君のためにも生きていってほしいなっていうメッセージを込めて、もう力強い自分らしいプレーをしていきたいなと思います。満員となった昨日のリーグ最終戦、修太君の子育て中は熊本を離れられなかった武部さん、実に15年ぶりの生観戦。チケットは高田選手からのプレゼントでした。するとよく見えるようにリツさんから、修太君が高田選手に会った時の思い出の服、リメイクして熊のぬいぐるみに着せていました。心の中では修太君と一緒です。いよいよ試合開始、高田選手はゴール下で得意のリバウンドを奪うと、修太君のためにも
力強く生きてほしい、そんな武部さんへのメッセージを込めて攻撃でも積極的なプレーを続けます。そんな高田選手の姿に背中を押されたという武部さん、夢のような時間はあっという間に過ぎていきました。チームも見事リーグ最終戦を勝利。すると試合終了後、お久しぶりです。もうなんかね、それできたよ。かわいい。これ、お母さん元気ですか？もうなんかね、本当はこのなんか満員の姿をシュータに見せてあげたかったんだけど、それがちょっと叶わなかったけど、こうやってまた姿はね、変わっても、いつさんには痛かれば。でも本当会えてよかったです、あの時に。本当なんか、シュータが11月にお空に帰ってから、なんかやっぱり頑張れなかった時期があったんだけど、なんか頑張ろうって思うきっかけに、なんかあの時会えたのが、よかったかなと思って。どうでした、久しぶりの試合？いやもうめちゃくちゃ感じて15年ぶり。また一緒に来てください。あ、嬉しい。シュータ君の心と一緒に、あのクマさんにね、こう T シャツを着せて一緒に観戦して、本当にいっぱい勇気をもらったんでしょうね。やっぱりあのスポーツって何のためにこうするんだろう、やっぱり自分のためにやるっていうのがまあ基本やとは思うんですけど、でも多くの人のそれが生きがいにもなってて、それをまた背負っていいプレーをする、やっぱりスポーツっていうのは改めてええもんやなって思いました。こういうプレーが本当にしっかりこう伝わってパワーになりますよね。またあの高田選手がよく苦しい時こそ一歩前へという言葉をね使っているそうなんですが、あの武部さんはこの言葉本当にね実感できる、また勇気をもらうというふうにね言っているそうです。はい、これからも頑張ってください。